そして任天堂が製造、販売していた携帯型液晶ゲーム機、ゲームウォッチシリーズの第5作。発売日は1980年10月4日。前期版と後期版があり、前期版の型版は IP-05、後期版の型版は IP-15。メーカー希望小売価格は5800円。 左右に配置されている二人のキャラクターが数字の書かれたカードを同時に掲げ数字が大きい方は相手をハンマーで叩き数字が小さい方は相手からの攻撃を避ける数あるゲームウォッチシリーズの中では珍しく二人でプレイすることができるゲーム A では一人プレイゲーム B は二人プレイとなっているまさしく相手を叩けば3点加算され まさしく避ければ2点加算される。間違って叩いたり避けたりすると相手に2点加算される。最高得点は99点で、どちらかのプレイヤーが99点に達するとゲーム終了となる。写真上が後基板、写真家が全基板本作には全基板と後基板があり、全基板の本体カラーはモスグリーン、後基板の本体カラーはダークパープルとなっている。なお、 前期版のゲーム B では、左側のキャラクターが間違えて、相手の攻撃を避けた時に、本来ならば、相手に2点加算されるはずが、1点しか加算されないという問題があり、その得点上のミスが後期版で修正されている。ありがとうございます。